エルティレウィテス・エルティレウィテス・ロドリゲスは、ニカラグアの政治家。ヒノテペ氏のサンフェリッペ地区で、ユダヤ系のポーランド移民の息子として生まれた。1958年に、ソモサ独裁に対する反乱に参加し、1960年に、ブラジルで、追放処分を受けた。1977年に、心臓病で兄を亡くした。 サンディニスタ政権下の1980年代、レウィテスは、オルテガ兄弟の右腕として活躍した。観光大臣として、ルイッツは、モンテリマールのビーチリゾート開発や首都マナグアのオロフ、パルメコンベンションセンター建設といった、大型プロジェクトを成功させた。政府を去ってからは、自らの名を冠した、遊園地、ヘルティランディアを建設した。ヘルティランディアは、 ニカラグア国内で唯一の遊園地である。ダニエル・オルテガが大統領から退いた1990年、レビィテスはサンディニスタ民族解放戦線からニカラグア国民議会の議員に当選した。しかし4年後の1994年、レビィテスは主流派のオルテガと対立するセルヒオ・ラミレスのサンディニスタ刷新運動に加わった。1996年には、 サンディニスタとリベラル派候補とで票がは荒れながらもマナグアの市長に就任した。1998年には FSLN の主流派に戻った。2000年にはオルテガのバックアップの下サンディニスタの候補としてマナグア市長に再選を果たした。2001年にオルテガがサンタ度に落選すると、レビテスは今度は大統領エンリケ・ボラニョスと協力し、 腐敗の原因となった元大統領アルノレド、アレマンを拘束した。しかし、オルテガはアレマンと密約を結んでしまった。レウィテスは、オルテガとアルセの派閥にいた、腐敗政治家たちを、マナグア市政府から追い出した。その成果を、右派、左派両方にアピールしたレウィテスは、サンディニスタを代表する歴代の政治家たちの支持を、多く集め、ニカラグアで、 最も人気の高い政治家になった。その後、ダニエル・オルテガと2006年投資戦を争おうと、試みたが2005年2月に FSLN から追放されてしまった。その後、レビィテスはサンディニスタ刷新運動に加わり、2006年のニカラグア大統領選挙を目指した。副大統領候補にはエドムンド・ハルキンを選んだ。しかし、同年7月2日、 心臓発作のためマナグアの病院で死去した。ありがとうございます。